皆さん、はじめまして。プレイズレポーターの上郡福音教会副牧師の豊村康です。今回は3月30日から行われました JS キャンプのレポートをします。JS キャンプは毎年春に行われている JC 日本福音教会の中高生キャンプです。今回は3月30日から4月1日まで大阪府立少年自然の家で行いました。教会学校から上がってくる子どもたちが大人への信仰への一歩を踏み出していく後押しをするようなキャンプになるようにとの願いをずっと持ち続けています。今まで教会学校などで聞いていたことが神様を礼拝していく中で実感できるように、また子どもの時はどうしても受け身で礼拝していっているわけですが、中高生になって主体的に主を礼拝していけるようにとの願いがあります。また最近ではそれらに加えて自分たちが友達を導いていけるようにとのビジョンを持っています。キャンプ2日目の朝はワークショップが持たれました。それぞれが希望する分野に分かれて、ダンス、ゴスペル、アート、フラダンス、スポーツ、恋愛、バイブルゲーム、アウトドア、プラモ作り、登山など、中高生がそれぞれ輝ける場所が提供されました。それらを通して、教会での働きに用いられるようにと願っています。2日目の午後は、恒例のジャンボリーです。ジャンボリーは、各教会から準備してきたバンドがそれぞれ賛美します。数年前まではバンドだけでしたが、今ではダンスやスキット、また午前のワークショップで練習したものまで幅広いものとなっています。 JS キャンプはすべてのプログラムを礼拝と位置づけています。楽しいレクリエーションなどもありますが、それらはすべて主を礼拝していくというところへ向かっていきます。今回のメッセンジャーは小森光三先生でしたが、とてもわかりやすく、また深く御言葉を解き明かされました。特に一人一人の人生を神様がこんなに大きく変えてくださるということをご自身の証を通して強く語られました。初めて教会のキャンプに参加する中高生や、まだイエス様を信じていなかった中高生がはっきりとイエス様を信じる決心をしました。またその中にはバプテスマを受ける決心をする中高生も起こされました。またすでに信じている中高生たちも信仰が新たにされて、さらに主に近づけられていきました。主に仕えていく献身の思いが与えられたり、人の救いへの情熱が与えられたり、それぞれがチャレンジを受け止めた時となりました。以上、大阪から豊村康がレポートしました。